最近、インターネット上で中国先西省西安市にある西北大学の教室で、学生が共産党が嫌いだと大声で抗議する動画が話題となっています。彼はマルクス主義原理を学ぶことに嫌気がさしていると述べました。専門家の意見によると、中国共産党が政治的な洗脳を強化し続けていますが、そのイデオロギーはすでに破綻しており、崩壊が避けられない状況にあります。 この動画は、先月27日に西安市の西北大学で行われたマルクス主義原理の講義中に撮影されたものです動画には、スマートフォンを見ている学生やおしゃべりをしている学生が映っておりその中である男子学生が突然大声で講義を始めましたこれらの授業は 学生を中共の暴政に屈服させることを目的としています多くの学生はこの授業を嫌がりただ形式的にこなしているだけですこの動画の学生は他の多くの人々が口にできない本音を代弁しています1949年に中共が中国で政権を奪取して以来中国の市民は生まれた時から中共の政治的な洗脳を受け続けており政治教育が学生にとって必修科目となっています 近年、中共は内有外患に直面する中共産党支配の正当性を喧伝するためにいわゆる思想政治教育を強化しています昨年8月には中共当局が習近平の思想概論を全国の小学校から大学までの教材に盛り込みましたその結果学生たちの政治教育の教材が従来の4冊から5冊に増え学生たちの不安感を高めています 越越ますます多くの人々が中共を信じなくなっており中共自身が非常に危険で不安定な状況にあることを意味しますだからこそ教育体系ででこののよよううな授業をさらに強化しようとしとているのです昨年9月には中国の SNS で職業学校に通う福建省の女子学生は政治教育の教材を大量に暗記しなければならず。

特に大学生に対するマルクス主義原理の教育はすでに破綻していると指摘しています30年ほど前から学生たちはこのような政治教育に反感を抱いてきましたというのもこの政治教育は現実と完全に乖離していることが明白だからです時事評論家の経典講師によると現在の大学生の中には共産党に公然と反対する少数派もいれば 中共に迎合する少数派もいますが大多数は心の中で共産党に同意していないものの圧力に屈して沈黙を守っているといいます実際には中共のイデオロギーはすでに破綻しており中共に対し天は怒り人は恨んでおり崩壊に向かっています中共,中共という生命体は例えば 秋や玄関の季節になると稲子の寿命が尽きるように自然と解体されるでしょうこれは民意や世界の大きな変化と密接に関係しています西北大学での授業を映した動画はネット上で注目を集めており多くのネットユーザーがこの学生の勇気を称賛する一方で中共の強制的な洗脳を非難していますあるユーザーはこの学生の言うことは正しい 彼は共産党を信じていない。もし中国が、共産党と無関係な人間を、中共が決めたマルクス主義の授業に無理やり参加させるなら、それはタリバンや ISIS IS と同じことだと書き込んでいます。これは、テロリストのように強制的に洗脳しているようなものです。中共の党文化の革新は、実際には嘘と暴力です。この嘘は教育システムにおいて体系化されており、 いわゆる思想政治の授業はその体系化された嘘の一部に過ぎません近年真実が広まるにつれ特に2004年に中共の罪悪を全面的に暴露した旧表共産党が発表されて以来中国人は相次ぎ目覚めています数億人が全世界の脱党サイトで中共およびその関連組織からの脱退声明を発表しており中共はすでに行き詰まり 最終的なな崩壊を待つのみとなっています中華民国の来成徳総統は先日の独占インタビューにおいて中国共産党が台湾を手中に収めようとする目的は領土の完全性ではなく国際的な覇権を確立するためだと明言しましたこの発言は海外で注目を集めています。中国 的那些土地呢最近番組「ガキンが世界を見る」の独占インタビューで雷成徳総統が述べた発言は多くの人々の共感を呼びました雷成徳氏はまた番組の中で「中共が台湾を乗っ取りたいと考えている」と率直に述べました那他现在台湾的目的是何在目的是 那就是想要改变这个以规则为基础的世界秩序啊嗯，他想要在在国际上西太平洋，或在国际上来成就他的霸权嘛。赖清德氏の発言はすぐに海外メディアに掲載され、波紋を呼んでいます。赖清德总统的这段话呢，他赖清德总统的这段话呢他確かに要点をついています。中京は確かに領土保全を理由に台湾を脅かしているわけではありません。 全世界が中国人と同じく中共と運命を共にし中共が全世界をリードすることを望んでいますこれこそ台湾を脅かしている中共の最終目標です。1858年に新政府とロシアの間で愛軍条約が締結され極東の広大な土地がロシアに譲渡されました。また1895年に新政府が日本と下関条約を締結した際。 台湾が日本に割上されました1949年に中共が政権を奪取した後前政権が締結したいかなる不平等条約も認めないという声明を発表しました1999年12月中共の元指導者である江沢民は当時のロシアのエリツィン大統領と中ロ東部国境補足協定に署名し 100万平方キロメートル以上の領土をロシアに売却しましたさらに土門港の河口もロシアに引き渡されました中共が行った多くのことの根本的な問題はダダブルスタンダードだとということです民主主義国家に対しては敵視し特に領土問題を口実に争いを起こし時には戦争を仕掛けるとまで脅かすことがありますしかしロシアのような独裁国家に対しては 媚びへつらう態度を見せるのです来世徳氏の総統当選後中共は祖国統一の大行の冠水を名目に代価を占まず台湾を統一すると改めて主張しましたアナリストらは今回の来世徳総統の発言が中共の虚偽を暴くものとして注目しています中共の台湾攻撃は西太平洋での覇権を争い アメリカが気づいた戦後秩序を破壊するためですしかし、その根底にあるのはアメリカと対決し、自由と民主主義に立ち向かうためです2024年のアメリカ大統領選挙を前に中国共産党が生成人工知能を用いて偽のソーシャルメディアアカウントを作成しアメリカ市民になりすまして情報戦を強化し 民主国家の政治分裂と混乱を試みていることが明らかになりました9月3日インターネット上の虚偽情報を分析するアメリカ企業グラフィカは中共政府関連の認知作戦活動を暴露する研究報告を発表しましたこの報告によるとスパムフラージュまたはドラゴンブリッジと呼ばれるネットワークグループが AI を利用して偽アカウントを作りソーシャルメディア上でアメリカ市民を装い スパムメッセージやターゲットを絞った宣伝を拡散していますこのグループは反戦活動家を装い複数のプラットフォームでミームを作成し例えば共和党の大統領候補者であるトランプ氏をオレンジ色の囚人服で詐欺師とレッテルを貼り一方で現職のバイデン大統領を臆病者と呼んでいますまた中絶権やウクライナ支援などの論争の的となる問題についても 分裂を煽る行為を行っています国防安全研究院のサイバーセキュリティと意思決定シミュレーション研究所の準研究員である総伊関氏は生成 AI を戦略的なツールとして使用し認知戦の訓練に利用していると述べています生成 AI は民主国家や民主社会の運営において異なる情報、立場、 声を操作する手段として中共に利用されていますこの技術により影響力を行使する行動が明確に見て取れます最終的には民主国家の市民が自国の民主システムや政府の運営に対して持つ信頼を損なうことが狙いです情報によると中共のスパムフラージュ作戦は2017年から活発化し最近ではその構成を強化していますこの活動は50以上のウェブサイト フォーラム、そして XTikTokYouTubeInstagram などのソーシャルメディアプラットフォームにおいて数千の偽アカウントが確認されています。中共の干渉手法は他の国々と比較してより精緻であり主に重要な選挙の問題に焦点を当てています。また選挙や投票プロセスさらにはアメリカ全体への信頼を損なうことを試みています。 台湾国防大学の聖戦学院の元院長予想樹氏はアメリカ議会の民主党共和党の議員らは中共共が最大の脅威でであるるとといいいう点で共通認識に達してて考えていますそのため中共政権の主な関心事は特定の大統領候補者を支持することにはなくより広範な戦略的目標に焦点を当てています。 目的はアメリカの二大政党間の対立を激化させ極端な分極化を引き起こすことにありますこのような対立が激化するとアメリカは内部で分裂し他の地域に対する注意力を分散させる力が弱まります予想機士は中共の情報戦の手法が米対関係においても同じように用いられていると指摘しています 台湾における中国共産党の作戦はアメリカへの不信感を最大限に煽ることです。アメリカでは、アメリカ政府が台湾を信用していないという誤解を作り出します。アメリカが台湾の防衛能力や抑止力を強化しようとする行動を、アメリカが台湾からの軍事購入で利益を得ているかのように、または台湾を単なる駒とみなし、真剣に防衛しようとはしていないかと歪めています。 昨年10月カナダの国際関係省はトルドー首相を含む国会議員の SNS アカウントにボットが偽情報やプロパガンダを投稿する中国と関係のあるスパムフラージュキャンペーンを検出したと発表しましたこれはこれらの議員が以前に北京に対して行った批判への報復とされています先月オーストラリアのキャンベラに本拠を置くサイバー CX ネットワークセキュリティ会社は 中共がアメリカオーストラリアイギリス西ヨーロッパインド日本などの国々に対してこれまでで最大規模の情報戦を X プラットフォーム上で展開していると発表しましたこの情報戦はグリーンシケーダネットワークと名付けられ少なくとも5,000の生成 AI アカウントから構成されるネットワークを通じて実行されており政治的分裂につながるナラティブを改変して 民主国家の対立と内部分裂をさらに深めています現在、グリーンシケーダネットワークの数千のアカウントは潜伏状態にあり、いつでも活動を開始する準備が整っていますがこれらのアカウントが自動生成するコンテンツは容易に識別されるため、その影響力は限定的です生,生成 AI の発展により、中共のこのような活動はより成熟し 増加し精密になる可能性が高いですそのためアメリカの国土安全保障省は特に大統領選挙の際に安全を確保するため予防的な前線展開を行っています。またアメリカ国家安全保障顧問のジェイク・サリバン氏は中国訪問時に特に警告を発しアメリカの選挙への干渉は許されないと明言しています。このようなな国際的な警戒感は 選挙のの試みに対する国際社会の反応を示してい。まます Japan がお伝えしました hey,